兵部隊などに対する火力戦闘や味方の普通艦隊戦車部隊の戦闘を容易にするための火力支援を行います。また特化部隊は広い地域に展開し長射程かつ大量の火力を集中して敵部隊や施設などを一瞬のうちに制圧することができるとともに各種弾薬を射撃することにより昼夜間中央に陣地占領させた場合、30km 四方程度の島であれば、その全域を一瞬のうちに制圧することが可能です。その右側の青で表示された火砲は、203mm 自走榴弾砲です。この火砲は、陸上自衛隊が装備する最大口径の火砲で、広い地域を一瞬のうちに制圧することができます。これら種類の火砲の射程は、東京から東名高速道路横浜青葉インターチェンジ付近までの距離に相当します。最後に侵入してきた火砲は、旧旧式自走 155mm 榴弾砲です。この火砲は、事故位置の標定、照準、弾薬の装填などが自動化されており、速やかに射撃準備を行うことができます。この火砲の射程は、東京から東名高速道路綾瀬バス停付近までの距離に相当します。山に同時に弾薬します。はじめに 203mm 自走榴弾砲による集中射撃をご覧いただきます。自走に出る弾射次に
55ミリ榴弾砲 FH70 による射撃をご覧いただきます。国家部隊は通常5門の火砲を基準とする中隊、もしくは10門の火砲を基準とする大隊単位で射撃を行います。はじめに5門の火砲による中隊の射撃を行います。により弾道を確認していただくための射撃です。二段山に向かって飛んでいく砲弾の弾道をご確認ください。下車戦闘が可能です。
下車した小銃詳細は展開した後、小銃および機関銃などの射撃準備を行います。徒歩部隊はあらゆる気象条件、移動困難な地形などにおいても柔軟な行動で敵を撃破し、地域の占領を行うことができます。それでは下車した小銃小隊の射撃をご覧いただきます。目標は赤の台手前です。了解。前方3名が次に丸ロック式小銃的なを射撃します。ただいま観覧席前で黄色い腕章をつけた隊員が所持している火器が8球式小銃で、その先端に装着されているのが丸ロック式小銃的弾です。小銃的弾は主に近距離戦闘において敵歩兵を制圧するために使用します。それでは射撃をご覧いただきます。目標は赤の台手前にある敵歩兵に見立てた青い風船です。丸6式小銃的弾前方3名にある射撃。ただいま発射された敵弾はおよそ10秒後に着弾した後に破裂します。続いて84mm 無反動砲および個人携帯対戦車弾の射撃をご覧いただきます。ただいま観覧席前で青い腕章をつけた隊員が構えている火器が 84mm 無反動砲、赤い腕章をつけた隊員が構えている火器が個人携帯対戦車弾です。 84mm 無反動砲は主に対戦車火器として使用しますが、目的に応じて対戦車用、対人用、発煙用、夜間の照明用の4種類の弾薬を射撃することができます。個人携帯対戦車弾は操作性に優れており、主に近距離における対戦車火器として射撃するほか、コンクリート製の構築物などに対しても使用することができます。それでは射撃をご覧いただきます。広場右側の赤い旗が振られている位置から射撃します。目標は駆動台です。84mm 無反動砲リムダー A が駆動台待って撃て撃て敵撃って撃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 て大決戦リード準備警戒隊撃弾黒内戦車撃てます。撃て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 次に射撃を行う発煙弾は、発煙によって敵の視界を遮り、味方の行動を隠す場合や、敵の射撃を妨害するために使用します。発煙弾の効果をご確認ください。発煙弾に反応を発煙弾、目標を行い、撃て撃て